離せ。早くよこせ、早く。やれやれ、うるさいな。ヤンコ先生、またあやかし者に絡まれおって、暇だからついてきてやったらこのざまか。先生、苦しい。苦しいって言ってる。なのが何をするの、旦那爪。何をじゃないだろう、バカニャンコ。ニャンコではないと言ったろうが。これは招き猫をよりしろとした仮の姿なのだ。先生は用心棒だろ。だったら、私をただの用心棒と思うなよ。友人帳を手に入れるためにお前が命尽きるのを待ち構えておるのだ。開き直るな、大福猫。ニャニュおのれ、そのうち隙見て食ってやるからな。まったくもう。何してるんだ、ニャンコ先生。見ての通りだ、犬をからかっている。誘拐誘拐誘拐。先生、そんなことしてたら滑って。うわっ、うほ。先生、大丈夫。猫のくせに笑うな、アホ。猫ではないと言っとるだろうが。うおー、腰が。なんだよ、さっきのは先生が悪いんじゃないか。ただいまうわ、先生。え、あ、な、なんだその黒いのは。やはりこやつあやかし者だな。先生じゃなかったのか。一目見ればわかるだろうが、アホ。こんな顔のでかい猫、そうそういないだろう。アフ。にゃん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 やめろ、こらくらやめて。もう、腰がゴキって。バカにかまってたら日が暮れてしまう。役所ってゴキって。溶けてくれりゃ解放されるぞ。俺向いてくれ。協力するって約束しただろ。お前はまだそんな甘いことを。甘いぞこれ。二人は仲がいいんだな。見ればそう見えるんだ。そのみかんとか雪のかけ合いっことか。ヤンコ先生、なんちゃめ。あれはお前のせいで私まで恥ずかしいではないか。高貴な子供にしが雪遊びなんて。どこが高貴なんだ。本当に今鳥と竜に近いあやかしで、自分たちでは子育てをしない。だから数も少ない。ヒナはかえって最初に見た生物の形に変化するらしい。ある程度まで育ててもらったら本来の姿となり旅立っていくと聞いたことがある。へえ、じゃあ先生を先に見ていたら。うわっ、お前本当によかったな。どういう意味だ。おい、なじめ、ほら、おい。よし、こんなもんかな。虫かよ。ミルクとかで平気かな。案外人肉かもしれんぞ。いやーなー、こあーこら、腹壊すぞ。なんたる恩知らず。このマッチ棒より私の方が親のようなものだぞ。マッチ棒とはどういうことだ、先生。マッチ棒だからマッチ棒って言ったんだよ。だらし壊すためか。ちょっとやらないだ。マッチ棒、あれ、いない。ごくらくごくらく。おい、猫が一番風呂とはどういうことだ。猫ではないと言っとるだろ。じゃあなんだ、豚猫か。言うにことがいて豚猫とはなんだ。豚猫とはこの高貴なる私を一体なんだと思ったら。猫だ。にゃんとこらこら、喧嘩はいけないな。そろそろ名前をつけてやろうと思っていたのに。名前ならもう私がつけた。卵から帰ったからタマちゃんだ。にゃーん。
気に入ってないんじゃないのか、その名前。このちんちくりんめ、もう許さん。下船な獣か。私の縄張りに入るとは生意気な。ネズミごときは猫じゃらしで鍛えた私のこの右フックで。にゃあ！メンテルブリーか、か、なんと面妖な。豚か、短気か。おのれ、必ず食ってやるぞ、ネズコ。どうした、夏目。ああ、にゃんこ先生か。脅かすなよ。見ろ、夏目。スズメを捕まえたぞ。食べるのか？アホ、あと2羽ほど捕まえて空中散歩するのだ。お散歩、お散歩。ダイエットが先だろ。ん？最後のポテトチップスが入らない、しょうがない。ここで片付けていくか。お前は気の使い方がほんとアホだな。先生も食ってくれよ。いい、世話の焼ける。池、ここの庭にもあるんだ。当然だ。この辺りは人魚伝説を残す土地で、あちこちに沼や池がある。人魚で、うわっ。なんで先生がバッグに入ってるんだ。夏年中の猫、ね、密航かよ。うわぁ、魚が瞬きした。離れろ夏目。まぶたのある魚はあやかしの化身と言われている。食われるぞ。おお、私に恐れをなして逃げたか。妖怪から見ても不気味な顔なんだな。そうそう、妖怪から見ても誰が不気味な顔だ。夢か。一瞬あやかし者の視線を感じたが。すまん、にゃんこ先生、手が滑った。見てくれ、野生の発作、こんなに取れたぞ。気をつけんだアホ。果物は立派な鈍器なんだぞ。サルカニ合戦を見てみろ。ごめんごめん。さっきはごめん。そのもやしとかまな板とか女男とか。え、あ、いや、いいんだ。おかしくない。私の縄張りに入るとは不愉快なやつめ。お前、この花は一体。花はあの人に捧げたのだ。お前には関係のないことだ、この盗っ人め。盗っ人？俺が何を盗んだって言うんだ。生意気なやつめ、食ってやる。それは やめろ先生。なんで、どうして珍しく。